皆さんこんにちは、鈴由美です。キラーンシャキーン。はい、今日の動画は視聴者さんにたくさん日本酒をいただいたので、この日本酒と珍味を何種類か用意したので、久しぶりに宅飲みしていきたいと思います。すごくないですか、動画冒頭からこの迫力の大画面。じゃあね、まずはビールでね、乾杯しましょう。日本酒の気分だったからね、グラス冷やすのをね忘れてました。けどまあいいでしょ、寒いから。もう寒くて手が真っ赤っかです。韓国から帰宅、間違った、韓国から帰国して久々の宅飲み動画です。お待たせいたしました。皆さんいつもお疲れ様です。乾杯。ここにある日本酒全部視聴者さんが送ってくれた日本酒です。本当にありがとうございます。飲んだくれの私のために、私の毎日の燃料ともいえるお酒を送っていただいて本当にありがとうございます。この大きいのから紹介しようかな。これが広島の地酒5銘柄飲み比べセット、書いてありますね、種類が。私広島の日本酒初めてです。濁り、吟醸、純米吟醸、純米って感じ。こんなにさ、日本酒が並んでるの超幸せだ。ありがとうございます。そして次こちら。埼玉の地酒飲み比べセット。我がふるさと埼玉県は良質な水に恵まれており、清酒の出荷量が全国4位。首都圏1の酒どころ。知らなかった。あんまり私もまだ詳しくないんでね。ほんとこういう全国の日本酒を知れるのはすごく嬉しいです。ありがとうございます。そして最後にこちら、これまた初めての京都の地酒です。なかなか飲めないよ、京都のお酒なんて。今日はこの中からちょっと厳選してちょっとずつ飲んでいこうかなと思います。ありがたいことにたくさんこうやってお酒とかプレゼントとかを送ってくださる方が増えてきて本当にありがとうございます。で、本当は全部動画でね、紹介できたらいいんですけど、なかなか自分の動画のネタとか企画とかもいろいろあって、全部動画で紹介するっていうのは難しいんですけど、あとツイッターとかツイキャスとかも使って、なるべく紹介とか披露できればなって思うので、なのでご了承、ご理解いただければと思います。本当にありがとうございます。ちょっと一旦日本酒置いといて、今日のおつまみの紹介をしていこうと思います。じゃじゃーん。今日のおつまみは珍味と言われるものなのかな、用意してみました。まずは私の大好きなあん肝、そしてこちらも私の大好きなカニ味噌、そしてこちら、これも視聴者さんにいただきました、ホタルイカのお気づけと酒盗ですよ、酒盗、マグロ酒盗だ。で、今日は、このね、酒盗は、クリームチーズにかけちゃいます。こんな感じで、乗せちゃいます。で、今日は、日本酒に合うおつまみで、飲んでいこうと思います。楽しみー。ホタルイカのお気づけも出しちゃいますね。この珍味系ってめっちゃ美味しいんだけど、塩分がね、結構気になるから、食べ過ぎ注意ではあるよね。ビールにも合いそうな、あん肝カニ味噌からいくか。うわ、これすごい、でっか。めっちゃでかいのが丸々1個入ってる、これ。あん肝、いただきます。最高。もう日本酒飲みてカニ味噌も開けるか。カニ味噌を食べれるお店ってある？居酒屋でカニ味噌食べたことあるっつったら、東京行った時とかに磯丸水産で、あの
カニの甲羅に入った甘いカニ味噌、あれいつも絶対頼む。結構好き、ソマル水産のカニ味噌。カニ味噌、久しぶりのカニ味噌。あん肝とか白子よりカニ味噌の方が好きかもしれない。もう好きすぎる、これどうしよう。めっちゃうまい。とりあえずのビールが終わったから、こっから本題の日本酒に行こうと思います。一応おチョコを2種類用意しました。濁りもあるから、まずはこれから行こうと思います。もうすごい濁り、米の繊維質たっぷりの体にも優しい濁り酒です。逆さにしてね、この檻をねしっかり混ぜます。すっごくないこれ、ヨーグルト。いただきます。ここまで濁ると甘酒に寄った味になるんだね、やっぱ。うまいね。埼玉のお酒いきますか。パッケージ的にはこれが好きなんだけど、でも純米吟醸飲みたいよね。これ金賞受賞って書いてあるし。埼玉県の地酒、なんて読むんだろうね、金門世界鷹。いただきます。私日本酒好きだから何でも美味しいって言っちゃうんだけど、ずっと飲んでられるようなタイプ、どんなおつまみにでも合うような味がする。ホタルイカのお気づけ、なんで合うんだろうね。日本酒がやっぱお米でできてるからなのかね。ご飯のお供になりそうなおかずは日本酒にも合うのかなって感じがするけど、まあ、苦手な人多いかもしれない。そういう珍味とかゲテモノ系とか苦手な人多いかもしれないんだけど、私はすごい大好き。うん、これは結構しょっぱいやつだ。チャンジャとか好きな人は酒盗も食べれると思うんだけどね、まあ、ちょっと生臭みは酒盗の方が強いけど、クリームチーズと一緒に。あと珍味って言ったらからすみ、からすみとかほや、ナマコ、あ、全部好きだぞ私。珍味で嫌いなやつない、食べられないものない。でいつだか東京行った時に飲んだお店にへしこっていうものがあって、知ってるみんなへしこ。なんかなんだかは忘れたけど、すげえ美味しかった。へしこ初めて食べたけど、ちょっとアンチョビに似た雰囲気があったな。へしこもう一回食べたいな。次の日本酒はこちらです。京都の地酒、超辛口、辛口大好き。これとちょっと似た系統なんだけど、辛口だから飲み口すっきりで終わるんだけど、その後にちゃんとこうもうキリッとした超辛口の強さが来るんだよね。いやーうまい。あの結構カットしてるけど、私めっちゃ水挟んでるから。
はい、それでは皆さん、あ、いきなりアップになってごめんなさい。今日は久しぶりにね、コメント拾いしたかったんだけど、大事なお知らせがあります。大事というか言っときたいお知らせがあります。12月の24日クリスマスイブ、 YouTube の生放送 YouTube ライブをやりたいと思います。はい、やります。 YouTube ライブやるんで、だいたいね、夜の7時から7時半ぐらいの間にやるんで、うん、いつも動画を見てくれてる皆さんたちと、皆さんと生放送でリアルタイムで一緒にまたお酒飲みたいなと思います。クリスマスパーティー含め、あとまあ忘年会含め、一緒に乾杯してクリスマスイブ過ごせたらいいなと思います。あのお酒とね、クリスマスっぽい食べ物を準備してもらって待っててもらえたら嬉しいです。なんか言い忘れてることないかな。大丈夫？今終わろうと思ったんだけど、なんか言い忘れてる？12月24日日曜日 YouTube ライブ、夜の7時から7時半ぐらいにやるよ。あ、忘れてた。あー、よかった、確認しといて。あー、よかった。で、24日の YouTube ライブの中でさらにお知らせがあります。おそらく次の弓会、オフ会のお知らせになると思います。なので、まあ見るだけ見てやってください。あー、よかった、大事なこと言うの忘れるとこだった、マジで。よっしゃ、これで OK だ。本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。鈴江美でした。バイバーイ。みんないつもありがとう。石焼きも、お芋。